終始の格好は和服のたもとの部分がない裾袖にズボン状のたっつけバカマ、玉を入れる銅乱と銃剣を脇に吊るし、頭には円錐形のトンキョ帽をかぶっているのが特徴です。本来宗藩が使用した銃は火打ち石を用いたゲリエル銃ですが、現存数が極めて少ないため我々はヒナー銃を代わりに使用しています。状態ごとの連発射撃です。ヘッド側の銃子が片膝をついた状態で、残りは立った状態で射撃します。それでは2発目。